はい、こんにちは。西粟倉村の山根です。いつも動画を見てくださってありがとうございます。今日はですね、車についてのちょっとした豆知識を紹介したいと思います。多くの方がね、知っておられるかもしれませんが、今日ね、このなぜこれを紹介しようかと思いますとですね、最近僕の YouTube チャンネルをね、結構女性の方も見てくださるようになりました。これは嬉しいことですね。以前はですね、だいたい 80% ぐらいが男性の方だったんですけど、ここをね、最近女性の方が見てくださってね、だいたい 50% ぐらいね、見てくださるようになって、何かね、こう伝えれることはないかなと考えましたらですね、そうだ、これがいいかなと思いまして、結構ね、男性の方はね、こう車が好きだったりねするので、結構知っておられると思うんですけど、今日はね、こう女性の方にちょっと向けてですね、こう車に関しての豆知識をちょっとだけね紹介したいと思います。ではどうぞ。はい、ちなみにね、僕の乗っている車はホンダのフィットになります。今ね、見ていただいているのが燃料ゲージですね。 F と E の間に給油マークが見えると思います。その左を見てほしいんですけど、そこにね、小さな三角マークがあると思います。ということで、僕の車は左側に給油口があるということになります。このね、三角マークが給油口の位置を示しています。これがですね、古い車ですとない場合がありますが、最近の車ですとね、もうこのマークがついていると思いますので、これでご自分の給油口がどっちだったかなっていう場合はね、これを見ていただけると一目瞭然です。はい、はい、いかがでしたでしょうか。皆さんね、結構知っておられたかもしれないですけどね、まあ少しでもね、皆さんのお役に立てる情報を発信していきたいと思います。そうですね、最近ちょっと西粟倉村のことが紹介できていないかなという部分もありますが、と言いますのはね、西粟倉村はもう山ばっかりなんで、結構ね、花粉がすごいんですよね。僕、花粉症があるんで、正直ね、外にあんまり出たくないかなっていう気持ちもありますが、頑張ってどんどん西粟倉村も紹介していきますので、今後ともよろしくお願いします。では、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。